サンストリート浜北は、静岡県浜松市浜北区平口にある商業施設である。浜松市浜北区の平口土地区画整理事業地内に2007年夏にオープンした。国道152号と静岡県道391号、細江浜北線が交差する場所にある。声優などが入居する棟は、クローズドモール型で形成されており、周辺に立っている別と合わせて、 ショッピングセンター全体でオープンウォール型になっている。本棟の南側は西友、中ほどにフードコート、北側に専門店街とシネマコンプレックスの東方シネマズが入り、別棟の形でジェームス、コローレ、ネッツトヨタセイハマコスモ石油がある。そのため、上記の別棟各店はいずれもサンストリート浜北店と名乗っている。西友が建設し、 不動産投資顧問会社であるアジアパシフィックランドジャパンリミテッド社に一択指導者のファンドに組み込まれ、同社が建物管理、運営を東京都江東区のサンストリートカメイドを運営していたタイムクリエイト社に再一択している。そのため、イベントなどの集客策などがサンストリートカメイドと同一、またはそれに準じていることが多く、先行 SC のノウハウが活かされている。 建物の北側出店テナントの詳細は公式サイトフロアガイドを参照。浜松バスのバス停。ありがとうございます。